それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、土葬墓地問題で揺れる大分県の日出町長選挙。土葬墓地絶対反対で新人の阿部哲也氏が圧勝で、現職を大差で破って初当選、やったーなど歓喜の声をお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、土葬墓地問題で揺れる大分県の日出町長選挙で新人の阿部哲也氏が圧勝なのであります。以下引用。任期満了に伴う日出町長選挙は25日投票と開票が行われ、新人の阿部哲也氏56歳が初当選を決めた。開票結果は、無所属新人の阿部哲也氏が8037票、無所属現職の本田博文氏が4474票。阿部氏は初当選。引用終了。阿部哲也さん、おめでとうございます。これで土葬墓地問題も良い方向へ向かうことを願っています。この話題へのネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。やったー、土葬墓地反対の新人候補が勝利しました。選挙の大切さを知ってる町民の方々は素晴らしい。日出町の皆さん素晴らしい。やったね。民意が必ず勝つ。これを機に選挙を大切にしよう。必ず腐った議員を追い出すことができる。よかった。これからが正念場です。新町長と一緒に力を合わせて絶対に計画を法具にしましょう。かなりの票差ですね。民意が示された。よかったです。しかし現職はどうして固くなにまで推進したのか、これはうやむやにしてはいけないと思います。よし、いやーよかった。阿部町長、本当におめでとうございます。第一の危機は去ったが、まだまだ油断はできない。宮城方面でも確か何かあったよな。おめでとうございます。同じ旧州民として日出町の民意に敬意を表します。土葬計画白紙につながる大きな一歩ですね。久しぶりに選挙で笑顔になれた気がします。先生、皆さんお疲れ様でした。そしてありがとうございました。でもまだここから、これからですよね。気を引き締めて進みゆきましょう。これからも応援していきます。おやすみなさい。日出町の皆さん、ありがとうございました。ただ感謝しかありません。ひとまず安心、町民の皆さんは冷めている。県民としてホッとしました。多くの方の訴えが届いたのでしょう。土葬阻止素晴らしい。引用終了。無所属新人の阿部哲也氏は、将来的なリスクを考えれば建設すべきでないと、イスラム土葬墓地の建設計画に断固反対を表明して当選しています。イスラム土葬墓地計画に断固反対の住民の声をしっかりと受け止めた結果がこの勝利につながったのだと思いますね。土葬計画白紙につながる大きな一歩です。新町長には土葬計画を白紙にしていただきますようお願い申し上げます。また日出町だけの問題で終わらせず、国が法整備をしなくてはいけないのではとは思いますね。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず、日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。